こんにちは、トビです。ご視聴ありがとうございます。僕が今なぜちょっと疲れてるかというと、パックノブバットの商品動画を撮った後からです。今回の動画はですね、ちょっと多分短めの動画なんですけど、なぜならグラウンドの時間があと少しだから。ということで、さっきね、パックノブバットと僕のいつも使っている公式のバットを打ち比べたりとかもちょっとしたんですけど、この2本をね、ロンティー勝負でちょっと打ちたいと思います。本当ボールね、5球しかないので、軟式ボール。このために4球買ったんですけど、5球じゃやっぱさすがに少ないですね。7球と8球打って、どっちがなんか飛んでるかなっていうのを、見ていきたいと思います。センター方向に打っていきましょう。一応ね、パックノブバットの説明に関しては、その前撮った動画の方を見てくれると、よりわかりやすいかなと思います。このね、89センチ、840g。軟式バットにしてはかなりね、長くて重たいと思うんですけど、このね、グリップの部分が太くて、バランスがね、手元の方に来るから振りやすいよっていう感じのバットです。だから 100g ぐらいは軽く感じるらしいんですよね。 840g なんですけど、確かに長いんですけど、なんかやっぱ軽いっていう感じはしますね。ということで早速打っていきます。一人ぼっちなんです。やっぱりちょっと元気ないので5球ずつでいきます。フライしか飛んでない気がする。はい、ボール拾ってきます。すごいね。じゃあ次はいつもの82センチ 840g のこのひっこり、僕の相棒で打ちたいと思います。89センチの後だからめちゃくちゃ打ちづらいですね。ライナーしかいかん。ということでね、やっぱ僕全然バットのことについては詳しくないので分かんないんですけど、軟式用のバットってやっぱなんか構造違うんですかね。どっちかっていうと、なんか僕のこの短いのはミドルトップバランスなんですよね。今回使ってるバットが840g で82センチなので、長さだけ違うっていうことなんですけど、相棒の方がやっぱりなんか低くてライナーの方が多かったですね。打球5球しか打ってないんですけど。で、あとこのパックのバットは長さの分しっかり飛ぶというか、もしかすると 840g の分少しね、重さでしっかり飛ばせてるのかなと、そういうふうに思いました。ということなので、やっぱりね、同じ重さなんですけれども、長さ違うんですけどね、やっぱりパックノブバットの方がしっかり弾道が上がって飛距離も伸びたかなっていう感じがしました。使いやすさで言ったらやっぱこっちのね、いつも使ってる方がいいんですけど、やっぱりね、軟式でしっかり打球が飛んでたのはこのパックノブバットかなというふうに思いました。ぜひ皆さんもこの素晴らしいパックノブバットを手に入れてみてください。ということで今回これで終わりにしたいと思います。僕は普段ね、バッティング系のお話が好きなんですけど、今日はね、こういうふうに海外のメーカーのバットを手に入れたので、こうやってロンティー打ってみました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。